井上徹と畑野夏樹のこれってどうしてる。嬉しいな、はい、どうしよう、なんかノーベル賞取ったのかなみたいなこんなに盛り上がってどうしよう、ね、じゃあ、 今日はですね、はい、せっかく多くのですね、お客様にいらっしゃっていただいているので、何か質問があったらもうその場でなんか喋っちゃおうということにしたいと思います。はい、それでは何でもいいですね、何でもいいので、はい、何かこのテーマ設定、聞いてみたいことある人、テーマ設定聞いてみたいことある人、はいはいはい、あの朝一の超緊張する一打目を、はい、打った時にやっぱその日一日のゴルフに気づっちゃうことがあるんですけど、はい、どうやって朝一に臨んでいるのかを知りたいです。あ、いい質問だね。なかなかディープなテーマですね。ダメだった時も次は別だと思って打ちには行きますけど、はい、でもやっぱりあの朝一立った時に後ろからいっぱい見られてる緊張感があって、はいはいはい、あれをどないしたもんかと。だからもうあれですよ、どうする私だったら、あのポテト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 マックのポテトは美味しいなっていう感じです、ね、でも参考にならない、聞いてみましょう。ちょっとお願いします。あ、すごい、一人一人聞いてます。すごいね、ちょっと俺真ん中入って華やか、華やか、入ってごらん、じゃかじゃん、じゃかじゃん、じゃかじゃんやっぱりね、はい、ごめん、今の質問分かったよね。曲がっちゃった後どうやって切り替えてるって、そういう話ですよね、うん、今のはどうしてる。名前からですね、はい、小竹里乃です。私は朝日ちょっと曲がっちゃったなと思ったら気にしないことに徹するなんか、難しいけどもうそこは捨てる。じゃあ朝緊張してたらどうするんですか。もう受け入れる受け入れるしかない。かでっかいな心がやっぱ、やっぱ台湾の小竹里乃違うの。で、ゆいちゃん、はい、あ、成田美優衣です。はい、成田美優衣プロです。はい、私は特にこういう人みたいにポテトとかそういうことは一切考えません。こういう人ちょっとこれはちょっと変な意見なんですけどマックのポテトファーストキッチンよりマック派です。ファーストキッチンも美味しいよ。私はロッテリア。曲がるとか思うんですけど、緊張するんですけど曲がっちゃえって思って打ってます。曲がっちゃえと思ってますよね。あ、今日は左に曲がる日なんだなって思いながらそのまま歩いていきます。なるほどな。はい、はい、じゃあ続いて、はい、河野アンナです。お願いします。はい、河野アンナです。私も結構緊張するんですけど、はい、ゆいちゃんと一緒でもう思いっきりそこだけ何も考えないでバーンって打っちゃいます。痛そうボールって思ってもそのままするです、本当に。私も。あ、はい、あまり具体的な対策を練ってないってことだね。やらないってことだね。知りたいですね。はい、じゃあ最後。はい、中島せいらです。はい、安心です。あ、かわいいんだから。私も緊張しても一日楽しむように考えず。考えず。曲がっちゃってもね。あ、みんなそういうのが大勢派なんだね。ねえ、みんなね。まあ、別に僕が答えを持ってるわけじゃないですよ。僕が答えを持ってるわけじゃないですけど、うん、ただその今のアマチュアゴルファーの方の多分ミスの傾向質と多分プロゴルファーのミスの傾向質っていうのは随分差があるんだと思うんですね、うん、今の質問に関して言うと。でプロゴルファーの場合曲がってもある程度の許容範囲内のボールになってるんで、その直すか受け入れるかって言ったら受け入れちゃう場合も多いわけですよ、うん、だから利用できるレベルのミスショットなのか利用できないレベルのミスショットなのかによってすごく大きく分かれて、多分アマチュアゴルファーの方のミスってもう例えばボーンってその左下の方に落ちていくとか、もう右の45度に飛ぶとか、そういうそのこのボールは使えないと、そのボールをどう工夫してもフェアウェイの幅に行かないっていうところから多分問題が発生してるわけですよ。だから多分今の質問の答えだと多分みんなはそう、みんなはその比較的私たちの頃は使えるミスの範囲の中でミスをしたっていうふうに想定してるんだけど、多分そういう話ではないんだよということだと思います。まずね。でも思いません？なんかたまに空振りしたらどうしようとか。思う。思うよね。思う。空振りしたら笑い取れるんだろうなみたいな。
だろうな。ちなみに空振りしたことあります？え、いつですか？プロ。プロ。プロ。この今までで。さすがにないですけど、なんか球が見えるか見えないかのところみたいなで空振りしたことあります。球はなかったそこに。はい、ということで。はい。で、まあ、ちょっとね、あの。そのアマチュアの方の質問ということで、最初のティーショット一発目曲がった後どうするのかっていうと、まず大別しなければいけないのは、一応曲がったっていう事実だけじゃなくて、なぜ曲がったのかっていうことをある程度客観的に分析する必要性があります。それが緊張によって手が震えていくんだったら、まあ言ってみれば次のティーショットっていうのはかなり緊張感落ちてるので、ナイスショットする可能性結構高くなります。まず1点でも緊張してないのにもかかわらずすごいところに当たってミスしたとしたら、次が同じ球が出る可能性は非常に高くなります。ですからかなりね、自分のことをちゃんと分析できないと難しい。だからまずは皆さんが多分できることっていうのは、分析することは多分女子プロよりも皆さんの方が多分できるはずなんですよ。冷静にね、客観的に。そうすれば緊張によって起こったミスなのか、緊張してないけどすごいミスが起こったのかによって事の重大さは全然違うっていうことです。ただまずそこを分類して、もし緊張してないのにミスが起こったとしたら、多分どこかひどいところに当たってるんでしょ、どっかすごいところにフェース向いてるんでしょうと、ね、ですからその次の対策っていうのをちゃんと冷静にやるということが重要です。ですからあまりこう自信満々で打ちますみたいな感じのプロのような発想ではいかない方がいいと思います。このさっきのやつっていうのはかなりレベルが高い選手たちが、思うこと。だから僕はプロのコーチングにおいて、いいよ気にしないで自信持っていけよ、お前うまいよっていうのと、アマチュアゴルファーの皆さんにうまいよお前天才だよ、言っても水出るじゃんっていう話になるわけですよね。だからそこはちゃんと切り分けて、ちゃんとやられる方がいいのかなと。だからプロに話すと大体こういう答えになっちゃうので、そこに関してはちゃんと、指導者の方であったり、その冷静に分析できる目っていうのを自分で、ご自身でですね持たれるのがよろしいかなというふうに思います。あ、さすがだ。はい、今回はですね、さまざまな、ね、女子プロに意見を聞きましたけれども、うん、はい、まあ、朝のティーショット緊張して、ね、ミスしたらあとどうするという話でした。皆さんぜひですね参考にしてください。はい、ありがとうございました。参考にしてね。